ちょっと散策させて。ちょ、ここの構造を理解したい。今はこちらから出てきました。で、ここは最初から行かなかった。七色石欲しいな。七色石。じゃない、効果だ。効果。効果をここで使う。場所を把握したい。あれ、効果ないの俺。あれ、効果。あったあったあった。輝く効果。効果ぐらいあるわな。どれで光らせとく。で、こっちから入ったやん。で、上登るやん。上登るやん。効果いらないな、別にここ。上登ります。え、なんかいるんだけど。燃やせ燃やせ。邪魔なんだけど、お前。なんでこんなとこいんだよ。マジで。マジ何しに来たんだよ。この場所に。で、さっき下行ったじゃん。で、上3階やん。で、そこのはしごだが階段と繋がってんのかなみたいな。私の素朴な疑問。うわぁ、ごめん。あ、あれとはまだ別？なんかさ、さっきあった、はしごみたいなのどこに繋がってるの？じゃあ。ちょっと前殺すわ。うわ、マジ、迷子ステーション、迷子ステーション、迷子センター、迷子センター。あ、危ない。踏み込んで、攻撃。これ強いな。R1、勝手に踏み込んでくれるの、マジ。マジ、技量高いね。あー、ここはまだ見ぬ地ですね。ちょっと把握できてないな。置いとこ。置いとこ。ここ見る前に、こっちから来たから、あ、こっちはいけねえんだ。こっちはいけねえんだ、また。なるほど。なるほど。こっちを見る前にやっぱこっちだろうな。上まで行ったら絶対ボス、いるから。怖っ。お前さ、手に何持ってんの？奥にもいるから。アイテム落とさないのかな？あ、落としたわ。こいつは何落とすの？輸血かな？水銀なんだ。弾持ってんのかい。すーげえな、もう死体の山が。すーげえすーげえ。わーお。水銀弾。何の実験？本当に実験だよな。モルモットにされてたんだ、こいつらは。どこ？ここ、どこ？あ、さっきの上んとこだ。あー、上んとこに来るんだ。わー、汚れた。結晶。これ毒でしょ？毒。毒が付与できる結晶、そして上に行ける。ちょっと待って、下の、じゃあ階段はどこ行くのみたいな。あっちに通じてるとこ。あ、味方殺してるよ。ちょっと待ってね。ちょっと、あっちも見に行きたいです。ん？これあっちに、ジャンプできる？へーい！おー、決まった。チュパチュパチュパ。チュパチュパ。チュパチュパチュパカーブラこいつに攻撃を当てないように倒さなきゃいけない。マジか。落とせばいいんじゃないの。落とせば落ちねえ。やべ、スタミナない。スタミナ落ちろ。やべ、雨の腕当たりそう。あ、ええ、勝手に落ちてった。お前は何？かわいい。かわいい。え、かわいい。コマドリかわいいな。声だけはな。コマドリ。コマドリー、なんか、お前の友達落ちてったよ。あいつお前の友達？違うね。なんかここ入り組みすぎ、マジわけわかんない。わけわかめちゃん。え、で、俺こう、どこに来たの？俺また来ちゃいけない場所来ちゃったよ、俺多分これ。迷子なんだが。でもこのステージ雰囲気最高なんだが。雰囲気最高かよ。DLC、面白すぎ。
DLC 面白いわ。やっぱ建物の中のさ、ステージの方がいいよね、ブラッドボーン。なんか森とか変なとこ行くよりはさ、絶対建物の中のがさ、ここ何か隠しがある。ないね。建物の中のがやっぱりブラッドボーンは映えるね。やっぱね、ダークソウル無印といい、ダークソウル2といい、ブラッドボーンといい、DLC のが神感あるよね。あぶねえ。え、これ死ぬよね。死ぬねえ、これ。くっそびっくりした。え、これどうやって帰んの？え？え、これどうやって帰るの？マリア！マリア！マリア様！ねえ、マリア様！僕はどうやって帰ったらいいんですか？マリア様、こっちの階段？でこっちっぽいな。こう敵いるもんね。マリアー落ちろ、おー、落ちろ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 、ここどこ？よいしょ。ここまだ来てないところっぽいな。当たらない。当たらない。こかして、ボン、ボン。よし、倒した。今俺どこにいるのかが全くわからない。あ、ここ、ちょっと待って。ここわかったかも。え、なに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 、え、なに、え、あ、ここ死んでるってことは、え、ちょっと待って、あそこに、ん見えてはいけないものが見えるようになってしまった私。あ、なんか落ちてる。鎮静剤なんで落ちてんの、こんなとこに。あ、ここ最初のとこに直結してんじゃん。もう来たとこ置いとこう、これ。こうか。あれ？どこに置いた？今。置けてない。あ、置けてるわ。で、こっちも登ったじゃん。登ったとこだから、置いとくじゃん。来たとこは置いとこう。これしないと分かんなくなる。マジで。マジで。あ、下、何？あそこもアイテムあるじゃん。下も行けんのか？あそこのアイテム取りてえな。マジわけわかんねえよ。マジわけわかんねえよ、ここ。どこ？で、まだこっちは行ってない。こっちの扉は入ってないから。うお、お前も喋るの？マジで？聞こえないの？バーカ。バーカ。バーカ。ほら、救ってやるよ。俺がマリアだよ。あてか、さっきのコマドリも殺しとけばよかったな。コマドリとかいうやつも殺しとけばよかったな。後で殺しに来てやるよ。あいつでもなんか重要ポジションかなって思ったんだけど。そうでもなさそう。殺してもいいのかな。でも名乗ってるやつは何かしらありそうだからまだ殺さない。まだ、あ、まだ殺さねえで浮いてやるよ。てめえは死にな。悪いね。背中向けて座ってる方が悪いんだよ。ここ壊れねえかな。奥に何かある。え、奥に何かあるんじゃないの？え、何もないわ。え、ねえ、何の声？うわ、今は動かせない。ここからいろんなとこに行けるんだろうな。アメンちゃんの腕強い。うわ、それさ、その銃さ、マジ強いんだけど、マジ。マジ強いから。あ、なんか下に行ける。ハッチがある。で、そっちのレバーは？これもエレベーター、あ、動かす、え、なんか何これ、エレベーター、なんかいる、なんかいる、わー、お前は何、え、その頭手に入るんですか？今こいつらの頭してたよね、あの白い影。わ、ネタバレだわー。ネタバレだわ、別にいいけど。あ、このエレベーターで上にも行けるし、でも下が気になる。まずは下でしょ、まずは下に行っとかないと。冒険者だから俺。 Let it go, let it go, let it go, 進め冒険者だから。地球の果てまで。お前ハイハイしてる。うわー怖い、立花臭い。うえー、うわー、うわー、怖い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 。赤ちゃんかな。バーブ、イクラちゃんの霊。イクラちゃんが改造されたイクラちゃん。イクラちゃんやるですつって、タラちゃんに殺された後でイクラちゃんだ。お、フルカリウドの細工ズボン。え、これ変形すんじゃないの、細工ってことは。フルカリウドの細工ズボン。え、ボロくね？
え、ボロくない？あ、でもかっこいいっちゃかっこいいか。かっこいいっちゃかっこいいね。その頭をどうにかしなさいみたいな。まずその頭をどうにかしなさいみたいな感じあるよね。ここ何する部屋だったんだろうか。オープン。ここさっき見えてた2階のところだと思うよ、俺ほら。だと思いましたよ。ここアイテム取る部屋だと思う。アイテム取りルート。アメンの腕強くない？アメンの腕強いわ。ブーム気づくわ、俺が。てか、この武器どうなの？みんな使ってるのかな？はい、コメントで教えてくださいっていうやつね。この武器みんな使ってるのかな？アメンの、小アメンの腕。俺はこれ気に入ったんだけど。え、お前は？喋る？英語ボイスもここ聞きたいな。あ、花を育ててる。お前は優しいな。お前はなんて優しいんだ。花育ててるよ。ピチピチャピチャ。でも死んでもらうよ。うわ、こいつそれでもなお花を。お前が肥料になるんやで。お前が肥料になるんやで。お前が肥料やで。あ、ここは何？ちょっとお金置いとこう。どこに通じてるの？あ、さっきのところ。いや違う、何ここ、何ここ、どこ、知らないわ。ここにも置いとこう。マジわかんなくなる。え、なになになに、なに、あ、ピカチュウ、ピカチュウ、ピカチュウ。よいしょ。ピカチュウおるやんけ。ピカチュウ。あ、ねえ、ねえ。何にもない。公爵の書庫、公爵の書庫ですね。何にもない、何にもない、何にもないから、何にもない。ここはじゃあ本当にアイテム部屋なんですね。じゃあ上戻りましょう。それじゃあ気になってたこっちのエレベーター行きますかね。いいね。なんかもう顔の色変わっちゃう。下？上行く気満々だったんだけど俺。下か、下か、しかも開くのそっちか。お邪魔しまーす。え？え？え？あいつ生きてるよね。マリア様、それとも別の方。マリア様何やってた人ここ。マリア様はとんでもねえよ絶対。お前らのマリア様。声かわいいな。聞いてやるよ。え？脳液？脳液？いかれてんなお前。え、どうしたらいいの？僕は、僕は君にどうやって脳液を分け与えたらいいの？ねえ、やばいよここ。もうやばい。もう君のお友達なんかすごいことされてるよこれ。ねえ、やばいよ。もう君のお友達脳液どころじゃないよこれ。君のお友達やばいね。やばいよ、怖いよ。イカれてるよ、イカれてるよ、イカれてるよ。さよならだ、さよならだ。え、エロ、これ殺さねえダメじゃん。何これ、これどっちにしろこいつぶっ殺さねえダメやん。もう慈悲はねえよおい。俺の彼女にしてやってもよかったな、あの声の可愛さ。え、これどこ、え、下に来てるやん。下に来てる。最初のとこだ、この鍵でさ。最初で目玉くんはどうしたらいい。あいつももうこいつももう殺しの対象だな。お前別に重要キャラじゃねえわ。悪いな、アイテム出せよ。目玉の一つも出さねえのかてめえは。もう俺この環境に順応してきたから。ここ開ける前にちょっと上をちょっと散策します。